ッ火日光機ハイジャック事件は、1977年9月28日に、日本赤軍が起こした、ハイジャック事件である。1977年9月28日に、フランスのパリ、シャルルド・ゴール空港初ギリシャのアテネ国際空港、エジプトのカイロ国際空港、パキスタンのジンナー国際空港、インドのムンバイ国際空港、タイのドンムアン国際空港、 香港の京都区国際空港経由、東京国際空港行きの日本航空472便が経由地のムンバイを離陸直後、拳銃、手榴弾などで武装した日本赤軍グループ5名により、ハイジャックされた。同期は、カルカッタ方面に一旦向かった後、進路を変更して、バングラデシュの首都ダッカのジア国際空港に、強行着陸、犯人グループは、 人質の身の代金として600万ドルと日本で服役及び交流中の9名の釈放と日本赤軍への参加を要求し、これが拒否された場合、または回答がない場合は人質を順次殺害すると警告した。この時、犯人グループからアメリカ人の人質を先に殺害するという条件が付けられ、この影響を受けて、その後の日本政府の対応に、 アメリカへの外交的配慮があったとする見方もある。また、この便には当時のアメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターの友人であるアメリカ人銀行家が乗っており、犯人たちはそのことを事前に知っていた。その後、ハイジャック機はジェット燃料の消費を抑えるため、エンジンを停止させたことできないの気温が45度以上に上昇し、 熱中症で倒れるものが続出した。しかし、たまたま乗り合わせた日本航空の食卓医師のほかり、に正オが手当てを行ったほか、機長が空港関係者にエアコンを作動させるための補助動力者と水を要求し、これが受け入れられたために事なきを得た。犯人たちは人質からパスポートと時計、金銭や貴金属類を没収し、手荷物を工場口に積み上げバリケードとした。 窓のシールドは下ろさせられ、機内での要求はすべて女性客にやらせた。日本政府はこれ以上の交渉や武力での解決を、よしとせず、10月1日に、福田武雄首相が、一人の生命は、地球より重いと述べて、身の白金の支払い及び、長方期的措置として、週刊メンバーなどの引き渡しを行うことを決めた。なお釈放要求された9人のうち、 上垣は日本に残って連合赤軍問題を考えなければならない。知念は一切の沖縄解放の戦いは沖縄を拠点に沖縄人自身が戦うべきものであり、日本赤軍とは政治的、思想的な一致点がない。大村は政治革命を目指す赤軍とはイデオロギーが異なると述べ、それぞれ釈放及び日本赤軍への参加を拒否した。なお、 日本政府は議論の過程で、釈放要求リストに載っていた国中者組合二人については、思想犯ではなく刑事犯との理由から、釈放拒否の方針を持って交渉した。しかし、これにハイジャック犯側が応じなかったため、最終的に日本政府が折れ、二人も釈放となった。この時の重宝機的措置による釈放は、法務大臣が刑務所、拘置所を所管する。 法務省強制局長を直接指揮する形で行われた。日本政府は同日朝に運輸政務次官の石井はじめを派遣団長とし、日本航空の浅田静雄社長ら同社の役員や運輸省幹部を中心としたハイジャック対策の政府特使と交代の客室乗務員、ロットンの食料、身の白金と釈放に応じたメンバー6人などを日本航空特別機で 奪回輸送した。日本政府が過激派による極中メンバーの釈放要求に応じたのは1975年のクアラルンプール事件以来2回目となった。なお、検事総長の神谷久夫と法務大臣の福田はじめは法治国家における法の番人としての立場からこのような安易に法を無視した長期的措置の施行に対して強行に反発した。 福田は施行が決定された後に隕石辞任した。現在のジア国際空港バングラデシュ軍中枢を含む政府首脳がこの事件の対応に追われている隙をついて10月2日の早朝に軍事クーデターが発生した。クーデター部隊は政府の要人の多くがこの事件に対応するため空港の管制等に集まっていたことを利用しており、 このクーデター軍はハイジャック犯が得た身の白金600万ドルの強奪も企てていた。その後戒厳令が発令され、市内及び郊外における戦闘の末に最終的に2時間ほどで反乱軍は鎮圧されたものの空港近辺でも戦闘があり、関西島内も日本の政府関係者や報道各社の人員の目の前で銃撃戦が行われ、 政府軍の士官11名が死亡したほか、事件解決の陣頭指揮をとっていた政府軍の司令官が負傷するなど現地は緊迫したが、当時は報道規制により詳細はわからなかった。この時、銃声などの異変に気づいた犯人側からの何が起きたという通信に対し、バングラデシュ側はちょっとした緊急事態だ。兵士が近づいたら撃っていい。自分の身は、 自分で守れと返答している。石井政務次官もクーデター軍に撃たれそうになったが、日本人だというと、相手は誤って引いたという。犯人側は当初から日本政府とは交渉しないと通達したため、交渉はバングラデシ空軍のマムード司令官によって行われた。石井が到着した時には、現地で人質の部分解放、残りは移送先で解放という内容で、 現場はまとまっていた。マムードはこの事件の解決を自分と国の一心を上げるために利用しようと考えていた。しかし、クーデターによってマムードが負傷したため、その後の通信、交渉は彼の部下が変わっていった。石井ら日本側が犯人と通信をすると、犯人グループは態度を硬下するということが何度も繰り返され、日本側は全く交渉の相手にされなかった。 10月2日に妊婦や病人など数名の人質との交換が行われ、わずかな食料と水の差し入れを犯人側が受け入れた。犯人は自分たちが持ち込んだビスケットだけを口にし、水は人質に毒味をさせていた。その直後、エジプト人の乗客がこれら感染の疑いがあることが判明し、その乗客と周囲にいた5名を解放し、機内や乗客を酒で消毒した。 犯人側はパニックを恐れて人質たちにこれらという単語を口にすることを禁じたという。その後、救援機がハイジャック機の止まっている滑走路の反対側に中期。犯人側は飛行機を離陸体制にしたがマムードの部からによって進路を車などで塞がれ動けない状態にされた。アメリカ人銀行家を殺すという通信のカウントダウン5秒前で、石井は 犯人の要求をすべて飲む回答をした。この際、石井は独断で、救援機の中で最後の交換要員である奥平に、自分たち日本代表と人質全員を交換する、よう説得するように頼んだ。翌10月3日に、高橋機長とデッドヘッドで乗り合わせていた、沢田隆介機長の起点で、さらなる人質の解放に成功し、脱下では、乗客乗員118名が解放された。 クーデター集結直後、クーデター軍による身代金強奪を恐れたバングラデシュの大統領令により強制離陸命令が出され、乗務員と残りの人質を乗せたハイジャック機は救援機と共にダッカを立ち、日本の外務省が受け入れの交渉、手配したアルジェリアへ向かうこととなった。経由地のクウェートで人質7名を、シリアのダマスカスで人質10名を解放。 その後アルジェリアのダルエルペイダ空港に着陸し、ここでハイジャック班と釈放班は、同国当局に投降して、その管理下に置かれ、最後の人質12名と乗員7名の全員が、解放された。日本赤軍がアルジェリアを選んだのは、同国がハイジャック防止条約を結んでいなかったためである。また、当時のアルジェリアはソ連などの支援を受け、親東側諸国の立場を取っており、 さらにアメリカの過激派ブラックパンサー等のメンバーの亡命を受け入れており、先進国の左翼過激派組織やキューバと共に、パレスチナ解放機構など、第三世界の革命組織の最大の支援国の一つであることも大きかった。事件解決に多大な協力を受けた上に、11名の死者を出した軍事クーデターのきっかけを作ったことを受け、事件解決後に、 日本政府はバングラデシュに謝礼とお詫びの意味を含めて特派施設を送ることとなった。しかしバングラデシュ政府は日本政府に対し保障などを求めなかった。このバングラデシュ政府の対応は大きな賞賛を受けることとなった。また、この事件における日本政府の情報機的措置はテロに悩まされた多くの諸外国から日本はテロまで輸出するのか などと批判されたとされるが、当時は諸外国においても、テロリストの要求を受け入れて、身柄拘束中の仲間を釈放することは珍しくなく、日本の身がテロに対して弱腰であったというわけではない。なお、このようなテロリストの要求を受け入れる流れが変わるきっかけとなったのが、脱火事件と同年に起こった、ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件である。西ドイツ政府は、 ミュンヘンオリンピック事件を機に創設された警察特殊部隊 GSG-9 を航空機内に突入させ犯人グループを制圧し人質を救出した。本事件の17日後に発生した長崎バスジャック事件ではアソ連合赤軍を名乗る二人組が政治家との面会などを要求したが一連の赤軍事件を模倣した身の白金目的の犯行とされ 警察の強行策により犯人一人が射殺、一人が逮捕され、人質16人は無事救出された。1970年代の世界各国では頻発していたハイジャックやテロ事件に対処するために特殊部隊の創設が進められつつあるところだった。日本政府も同年 GSG-9 を参考に1977年ハイジャック事件等に対処する特殊部隊を 警視庁と大阪府警察に創設した。これらは当初、特化中隊、特殊検挙犯、または霊中隊などと呼称され、存在自体が長期間非公表とされていたが、1979年、三菱銀行人質事件で、大阪府警第2機動隊特殊検挙犯が突入し、犯人、梅川明美を射殺。 1995年に発生した全日空857便ハイジャック事件に出動し、犯人を逮捕、人質を救出したことで広く世間に知られるようになった。その後、これらの特殊部隊は部隊を増設し、装備を強化した上で、SAT と,と呼ばれるようになった。また、脱火事件をきっかけにして、警察庁は警備局公安大三加権外事課調査官室を設置し、 中東、欧州、東南アジアなどで日本赤軍の捜査を行うようになった。調査官室は現在の国際テロリズム対策課の起源になっている。アメリカ合衆国も GSG-9 の突入作戦を教訓として陸軍にデルタホースを設立した。なお、この事件を報道するニュースをきっかけに、 福岡県の結核療養所に入院していた患者が人質がどうなってしまうのかで、同室の患者と口論となり、ナイフで視殺するという別の事件も起こっている。脱火日光気肺弱事件から1ヶ月も経たない1977年10月13日、スペイン領マリオルカ島パルマデマヨルカ発フランクフルト行きの ルフトハンザードイツ航空181便が西ドイツ赤軍の依頼を受けた PFLP のメンバーにハイジャックされ、ソマリアのモデギシオに着陸させられた。テロリストは西ドイツ政府に対して身のキ金と政治反射区法を要求したが、10月17日、ミュンヘンオリンピック事件をきっかけに創設された西ドイツの特殊部隊、国境警備隊第9グループが航空機に突入し、 テロリストを制圧、人質全員を救出した。なお、機長1名がテロリストにより射殺され、犠牲となったものの他の乗員乗客は無事だった。西ドイツ赤軍は内容からして、脱火日光機ハイジャック事件を参考にしたようだが、GSG-9 により制圧される結果となった。ハイジャックされた DC-8 から62型機は、その後日本国内へ戻され、 ハイジャック犯人による爆弾の爆発実験により一部が破損した機内トイレの修繕や機内清掃などが施された後に通常運行へと戻され、1984年まで日本航空で使用された後にメキシコのアイロメヒコ航空へと売却され、1990年代前半まで運行された。釈放された六人メンバーのうち、百八十六年に潜水博。 1996年に、木野崎つと1997年に、駅田幸子がそれぞれ身柄拘束されている。また実行犯として、丸岡治と西川淳が逮捕され、無期懲役判決を受けている。和光春夫はこの事件では訴追されず、別事件で訴追され、無期懲役判決を受けている。佐々木のり坂東国夫、奥平淳造、大道寺彩子。 二衛は2021年現在も国外逃亡中であり国際手配されている。ありがとうございます。